クイズで学ぶプロジェクトマネジメント第22問 FPIF 契約の計算その2。問題文は適宜映像を停止するなどして読み進めてください。ではスタートします。解説に移ります。前回もやりましたけれども再度おさらいいたします。 FPIF 契約、定額インセンティブフィー契約のことですね。フィックスとコストプラスインセンティブフィーです。定額契約の中の一つの形態です。特徴はですね、納入者のコスト削減分の、コスト削減努力分の一部を納入者に報酬インセンティブとして上乗せしようというものです。で逆にですね、コストをオーバーした場合はインセンティブが削減されるものです。それから定額という名前がついているように購入者の支払額に上限値を設けることで購入者はリスクを回避します。上限が設けられているということですね。さあ問題に沿って解いていきましょう。今度はですね、実コストが2700ですね。で目標コストが2000ですから、明らかにこれはコストオーバーですね。2000マイナス2700でマイナス700、コストオーバーですね。で定額インセンティブフィー契約ではこのコストの超過分を共有率で分担する。購入者の負担率今回は 60% なので、700×60%、420っていうのが購入者の負担となります。赤の方が分かりやすいかなと思うんですけれども、マイナス 700×60% のマイナス420が購入者の取り分になりますね。で、購入者の支払う金額っていうのは目標コストプラス目標利益プラス購入者負担額ですね。黒よりもそうですね、赤の方が分かりやすいかな、目標コストプラス目標利益マイナス購入者の取り分になりますね。ですから、マイナスマイナスでプラスになって、2820になるわけですね。さてここで上限が設けられてましたね。ところが購入者の支払う上限金額は2800、上限があります。したがって、購入者は少ない方の2800を支払うわけですね。で納入者の従って納入者の受け取る金額も2800になります。さあちょっとここで利益を見てみますと、納入者は2800を受け取って、かかった金額が2700ですから、100ですね、利益で。当初400と言われてたのが100になっちゃった。大幅に、ね、減ってしまいましたね。コストオーバーするとこういうことになってくるわけです。はい。で正解はですね、納入者が受け取る金額というのは、2800と、そのちょうど上限値のところの額になるという話です。上限値が設けられている問題でしたね。それよりも、オーバーした時の問題でしたね。はい。e ラーニング PMP 受験のための35時間 PM 講座、ぜひこちらの方にアクセスしてください。